こちら00セクション風間シン。こちらブルーセクションのミッキーサイモンだ。シン、どうしたい。12時の方向に敵機発見。分かってない。スピードから見て機種はミグ21、奇数30ってとこかな。00セクションは上空でバックアップ。ミッキー、前衛は任せるぜ。電気索敵次第スパローをぶっ放して反転しろ。レンジオン、ファイヤー。ふん、あやばやと4000ドルいただきよう。00セクション全機突入、アタック。さあ行くぜ。有金はたいて買った F20 タイガーシャークの性能テストよ。気づくのも遅いんだよ。
00セクションのジェスだ。おお、チン、ケツを取られた。やられた、シン。目が見えねえ。脱出しろ。速を落としてフェイスカーテンハンドルを引け。ダメだ、射出装置が故障してる。修理しとくの忘れちまったんだ。できやがった。この野郎。やめろジェス。敵機は撃墜した。俺が誘導するからスティックを倒せ。火を水平に戻すんだ。わからねえんだよシン。どっちが上だ、どっちが下だ。俺は今どういう状態で飛んでるんだ。分かってんのは滅多やたらに怖いってことだけだ。やめろ。それは味方のファントムだ。見えねえんだよ。敵か味方か俺には分からねえんだ。チェス、落ち着け。俺の言うことをよく聞け。シン、なんとかしろや。これじゃ安心して戦いやしねえ。荒稼ぎする前に味方の30ミリ機関砲弾をケツに食らっちゃたまんないからな。ジェス、運がなかったよお前。まったく近頃の反政府軍はようやってくれるよ。叩いても叩いても兵力を増強してきやがる。どうなってんだよまったくも。お？なんか見えるかい？いや、蜃気楼だけさ。何を考えてたんだ？人を殺しても何も感じなくなったのはいつからだろうかと。ジェスか？大勢の味方を守るためだ。仕方なかったんじゃねえの？俺のセクションだったら俺が始末してたさ。ジェスだけじゃないさ。150万ドル稼ぐために人を殺し、新しい機体を買えばなお多くの敵機を撃ち落とさなきゃならない。何のためだ？ここから出ていくためだ。人殺しをしなくてもいいシャバへ出ていくために、この手を血に染めて人を殺す。恐ろしいことをやってるのに、
いつの間にか何とも感じなくなっちまった。いつからなのかな。赤だよ赤。お前も俺と同じように戦争の赤がすっかり染み込んじまったのさ。落ちねえぜこりゃ。こりゃ驚いた。噂に聞くエリア88切手の撃墜を新風間ってのはどんなやつかとビビってきてみたが。案外おセンチな坊やじゃねえか。新顔だな。元南ベトナム空軍中尉グエンバンチョム、今日着任したばかりだ。ああ先司令にはほど挨拶してきたよ。ところで一つ聞きてんだがよ。何かい。ここじゃ味方機を撃ち落としても善人になるのかい。何ね、俺も血を見るのには慣れっこになってんだが、光栄の仲間にも用心しなきゃならねえかと思うとこりゃしんどいんでね。なぜ戦うか、なぜ人を殺すか、生き残るためよ。いいか、グエン、俺は生き残るために戦ってるんだ。生きるために敵味方の区別があるってのかよ。俺に殺されたくなかったら俺の活路の前を塞ぐんじゃねえ。おお、怖え。おめえとは気が合いそうだぜ、風間神。ええ、嫌な野郎が減ってきやがった。知ってるのか。トンキン湾の人食いトラって言われてね。ベトナムじゃちった知られたやつよ。へえ。おお、ここにいたのかい。二人とも探したぞ。あれ、今月の請求書じゃ。あら、2万。ちょっと高いんじゃないの。2万ドルで命が拾えりゃ安いもんだぜ。その通り。ミッキーは5万ドルじゃ。あ、おい、じいさん、間違いだろこれ。トムキャットってやつはバカでっかくて金ばっかり食うからね。いてえな。ああ、そうそう、シン、お前さん昔ヤマト航空にいたとか言ってたな。ああ、それが西ドイツの業者から聞いたんじゃが、あの会社ヤバいってよ。ヤバい、どういう意味だ。社長が交代したらしい。え、おかげで部品の代理店が相当入れ替わったらしくてな。本当か。それは新しい部品導入を一手に引き受けたのがマッケルって会社だが、東側にも大量の武器を流し込んでるらしい。その武器がこのアスランの反政府軍にも渡ってるって噂じゃよ。新社長には誰がなったんだ。なんて言ったかな。あ、日本人の名覚えにくくて、神崎。そうそう、神崎。おい、知ってんのか、シン。神崎が、どうしてやつが。まあそういうことだってよ。またじいさん。まあ、おいしっ、あっ、乱暴乱暴すんな。わしゃ界隈老人じゃぞ。まっこいじいさん、もっと詳しく聞かせてくれ。どうしたんだよ、シン。前の社長は、家族はどうなったんだ。無茶言うな。海の向こうの話やぞ。わしが知るわけないだろう。じいさん、金はいくらでも出す。ヤマト航空に関する情報をもっと集めてくれ。シン、一体何があったんじゃ。頼む。金さえ積めばクレムリン宮殿でも引っ張ってこれるマッコイじいさんじゃないか。わかったわかった。来週商談で西ドイツへ行くから調べてきてやるよ。
悪くないな、社長の椅子。社長、つぐも涼子様がお見えになりましたが。涼子？ここではなく応接室へ案内し。涼子さん。お似合いですのね、社長の椅子が。これは参ったな。応接室に。ここで結構です。あなたの社長になられたお姿をこの目で見ておきたかったから。お父さんの具合はいかがです？株主総会で社長の椅子を追われた時にはかなりのショックだったと思います。もともと心臓が悪かったので心配はしていましたけれど、やっと持ち直したので今パリの方で。それはよかった。それで今日は？ええ、実は。これを？総額1億2千万の株券です。他に資産等を全部処分して1億8千万は都合つきました。まさかこの株券を手放すつもりじゃ？父と相談して決めました。どうしても3億円必要なんです。またどうして？言ってください、涼子さん。彼今アスランの外人部隊にいます。違約金を払えば退役できるんです。あなたは真のために。しかしこれはあなたとお父さんの全財産だ。これを失えば。あの人のためならどんなことにも耐えられます。お願いします。どんなことにもね。わかりました。業者間の取引だとおそらく8000万を切るでしょう。でも言い値で引き取りましょう。感謝します。ただし条件がある。え？今夜私と付き合ってもらいましょうか。今どんなことにも耐えられると言ったでしょ。あなたにお願いしたのは間違いでした。株は私が売ってみせます。結構、せいぜい頑張んなさい。だがあなたはもう大和航空の社長令嬢じゃない。会社を放り出された哀れな男の娘だ。世間があなたを信用してくれますかな？あなたはもう一度私のところへ来ますよ。はあ、必ずね。ほらほら、もう大事に扱いよ。傷もにしたらおめえらの給料からさっぽくからな。おかえり、まこじいさん。おお、まだ生きてたか。ほら、大事に扱いっつってんのかわからんのか。マッケル社ってのは評判の良くない会社でね、これまでにも同様の手口で外国の会社を数多く乗っ取ってきたらしい。息のかかった株主を使ってこれぞと狙った会社の株を極めて巧妙に買い集めさせた。一人に買わせるのはせいぜい 3% 止まり。ところが株主総会直前にこれがある特定の人物に一挙に集まるように仕組んである。持ち株 40% を握られたら、ま、その会社はおしまいよ。そうか、日本に代理店を持っていないマッケル社が神崎に目をつけたってわけか。そう。しかし決して表面には名前を出さない。世間体には社長の交代劇があった、それだけじゃよ。そのマッケル社が今度新機種のエアバスを発表した。
MB14 型ってな、安くて大勢の客を運べるのが自慢らしい。ヤマト航空はこの新型機を東南アジアやヨーロッパの空に飛ばしてかなり稼いでるって話だ。結構なことだ。額面通りならやがて世界中の空に MB14 型の姿を見ることができるじゃろうよ。違うのか。この格安ってのが気に食わないね。西ドイツの業者の話じゃよ、 MB14 型は欠陥機じゃと。エンジンは異常加熱しやすいし、各部品の耐久性にも疑問が多いらしい。あ、もっとも旅客機として性能チェックはパスしてるんだから、ま、規格スレスレってとこなんじゃないか。こればっかりは事故が起きてみねえとわからねえからね。起きれば起きたでまた厄介よ。500人からの乗客がいっぺんにパーだからな。神崎って男、とんでもねえタイトロープを渡ってるんと違うか。じいさん、それで前の社長や家族は。パリで療養してるってよ。娘は東京に残っとるらしいがの。まあ、おっつけ父親の元に行くつもりじゃろ。どおお、これがその男が借りてるパリのアパートの住所と電話番号じゃ。言うとくが、それ調べるにはかなり金がかかってるんだぞ。わかってるよ。ん？いくらなんだい？いいってことよ。シンはいいお得意さんだからな。負けとか。どう？そうそう。お土産を買ってきてやったぞ。フランクフルトの日本人向けマーケットで見つけてな。おーれ。カップラーメン。これも必要なんだって。気が利くね。なあ、シンよ。ヤマト航空ってな、そんな会社だ。忘れっちまいな。じいさん。何があったか知らねえが、他人の運命にかかり合うことはねえ。ここはエリア88。落ち行く先がねえ地獄の激戦区だ。余計な苦労を背負い込むと、スティックを握る手が震えて、瞬時の決断が鈍ることもある。わしゃ、そういう男を何人も見てきてるんでね。あ、それじゃあな、久しぶりに日本の味を楽しみな。ありがとう、マッコイじいさん。神崎って男、とんでもねえタイトロープを渡ってるんと違うか。神崎、それがお前の夢だったのか。俺と一緒に大空を飛ぼうって語り合っていた頃のあの夢は嘘だったのか。答えろ神崎。注いで3分か。こんにちは。あら、安田さん。まあまあ、荷物も片付けてなかったんですか。いいのよ、どうせここには長くいないんだし。神崎さんの方いかがでした。あ、バカにされるために言ったようなもんだったわ。最初から頼む相手じゃなかったのよ。あ、そうそう、お嬢様、私あれからいろいろと帳簿を調べ直してみたんですけど、あの神崎という男とんでもない。あら、お嬢様、この匂いは。え、あ、いけない。あー、やっぱりすっかりふやけちゃってるわ。まあ、お嬢様ったら。
ATC、ATC、こちら大和31便、大阪に向けて飛行中。現在大島の西38キロ、高度2万4000フィートから2万2000フィートにしたい。こちら ATC、東京航空交通管制、了解。まずセアテヌの後ろに頭からかぶります。次に両側の金具を前の留め金にかけて紐を解いて締めてください。一番エンジンに火災警報。一番エンジン停止。一番エンジン自動消火装置が作動しません。三番エンジン出力低下、発火しました。ATC、 こちらヤマト31便、緊急事態発生、緊急事態発生。ヤマト31便からエマージェンシーコールだ。ヤマト31便、羽田に戻ろうか。エンジン発火、出力低下、アネイブルコントロール、アネイブルコントロール。今回の事故の原因はパイロットミスですか？エンジンが発火したということですが、その原因は？まだ事故の調査が済んでおりませんので、詳しいことはボイスレコーダー、フライトレコーダーが発見されてからということに。現在150名の遺体が収容されたそうですが、生存者は？生存者発見の方は未だに。遺族に対してどう詫びるつもりですか？責任は？できる限りのことはするつもりです。MB14 型は前期飛行停止になったそうですね。理由は？万一のことを考え、整備のし直しを命じたまでです。それでは噂を認めるわけですね。噂？マッケル社の MB14 型は欠陥機だという噂です。そんなバカな！欠陥機が旅客機としての規格パスをするわけがないでしょう。しかし、MB14 型が以前にもトラブルを起こしたという情報ですね。おい、どこ行く？答えないのか？エンジントラブルがあったのは事実そうなんですね。先ほど述べたように原因はまだ分かっていないんです。いずれ事故調査団の発表があるでしょう。憶測で記事を書かないでください。やはり運行停止にしたのがまずかったのでは、噂を認める形になります。二度目の事故でも起きたらどうする。エンジントラブルがあったのは事実なんだ。クソ、誰がバラしたのか。要は整備を徹底し、欠陥機でないことを証明することだ。犠牲者の遺体は？道明寺に。ですが事故調査団の代表が見えることに。道明寺が先だ。調査団の方は専務、君が相手をしててくれ。遺族への見舞い金の方は保険でなんとかなる。しかし我が社の信用はどうなる。 MB14 型が安全基準ギリギリだったことは知っていたよ。その分安いんだからな。それにしても就航してわずか半年で事故るってのはどういうわけだ。え？とにかく来週にでもロンドンで話し合いたい。何？おい、それでは困るんだよ。うちだけじゃない、そっちの信用もなくなることにな。マッケル社はなんと話し合いの期日を延期してくれたと。時間を稼いで向こうは向こうで対策を考えているのは目に見えている。いざとなったら大和航空を見捨てるくらいのことはやるだろう。そんな連中だ。クソ、俺一人をトカゲの尻尾にするつもりか。なんてことだ。だが俺はこんなことでつまずいたりはせんぞ。
負けてたまるか。敵の燃料集積所のあるポイントだ。ここを破壊できればこのところ活発になってきた反政府軍の侵攻を3ヶ月は麻痺させることができる。ちょっと待て、さっき100キロ手前に政府軍の地上部隊があるじゃねえか。地上部隊ならヘリや軽戦闘機ぐらい持ってるはずだぜ。俺たちに仕事が回ってくるってのは下せねえな。つまりよ、これは奴ら正規軍のレベルじゃねえ作戦ってわけよ。そんなのあるけ。それじゃあ俺たちのレベルってのはどんなんだ。死ぬ確率が高い方が俺たちに回ってくる仕事。違うかね、詐欺司令。君たちはそれを承知でやってきたエトランデだ。原因はこのクレバスともいえる谷にある。幅400メートル、深さ500メートル、全長ほぼ150キロ、 S 字型に蛇行している。なるほど、地上軍は渡れねえな。谷の上にはレーダーが張り巡らせてあるだろうし、こりゃヘリや軽戦闘機じゃ迎撃機の演習代わりに撃ち落とされるのがオチだな。その通り。今まで攻撃に参加した正規軍のヘリや戦闘機で目標にたどり着いたのは一機もいない。この谷は敵にとって格好の自然防備壁になっているが、見方を変えれば最大のネックとも言える。ネックだとよ。どういうことだ。この谷を通っていけばレーダーに探知されることはない。なるほど、うまい手だ。谷の拡大図だ。谷の開口部は400メートルあるが、下部は10メートルもない V 字型をしている。難所は5箇所。キリより地形が問題だ。 V 字型といっても突起した岩がいくつもある。こりゃ無理だぜ。飛べるわけやねえや。鳥だってぶつから。誰だ、うまい手だなんて抜かしやがって野郎は。おめえだろ、キャンベル。岩を避けて飛び上がればレーダーに捕まる。下げれば岩に激突だ。やめたやめた。いくら俺たちレベルの作戦だからって、こら 100% 死にに行くようなもんだ。私もそう思ったよ。しかしこれを見てくれ。5箇所の難所の断面図を重ねてみると。それがわからぬか。地表から下約250メートルのところに幅25メートル、高さ15メートルくらいのトンネルができる。これをくぐり抜けるのか。ギリギリだぜ。一歩間違えれば岩に当たってバラバラだ。しかしやってやれねえことはねえ。高度と位置をしっかり確保すればな。最も危険なタイトロープだが、作戦は今夜決行する。今夜？むちゃくちゃだぜ。昼間だって危ねえのに。だからこそ君たちレベルの作戦というわけだ。報酬も大きいぞ。いつもの3倍。失敗して帰れぬ者の分も、生き残った奴で山分けして構わん。怖え条件だね。こん中には味方のケツを狙う奴がいるからよ。見ろやシン、野郎のケバケバしい戦闘爆撃機をよ。 F-105 サンダーチーフか。今時珍しいな。アメリカ空軍第一線部隊をとっくに引退したやつだろ。へへへ、言ってくれんね。これでも人の血を求めてベトナムの空じゃ結構活躍したもんだぜ。前期高度ゼロ修正。タイトロープを始めるぜ。
第一ポイント接近。高度をゼロに保て。ゼロ高度より上下5メートルが許容限界だ。ありったけの重装備をしてきたらおめえことスピードが出やしねえ。同時第2ポイント接近。続いて第3ポイント、くぐり抜けたら左旋回、高度そのまま。第4ポイント接近。電話を張ると高度を下げすぎだ。何だ。そこを抜けたら編隊を組み直し、一気に攻撃をかける。爆撃隊はそのまま突っ込み、燃料集積所に爆弾投下。攻撃隊は左側側面から援護。あとは銭勘定しながら勝手にやれ。アタック。罠にはまった。囲まれた。方向を変えて敵に向かえ。こうしたら爆撃コースに入ったんだ。そう簡単に方向を変えられっかよ。援護する。通りでケツが難しいわけだ。疲れたぜ。ハイヤー AV-8A だ。西側の機体がなぜ反政府軍に。知るかえ。分かってるな。こいつはちょいと厄介だってことだけよ。爆撃隊の援護は先だ。こっちで。ターゲットに向かって突っ込め。ここは俺たちで引き受けた。ただき、キュート。
ハリアーは小回りが効くんだ。コンピューターに頼っていたら命取りになるぜ。ここは実戦で鍛えたエトランデの勘だけが頼りよ。ほら、上へ跳ねるか。いや、下だ。そういうこと、テレビゲームみてえなもんだ。ほら、来た来た、カモが連なってよ。見てやがれ、小回りは効かなくてもスピードがはるかに違うってことを教えてやら。待ってろよ、残らずあの世へ送ってやるからな。流せ流せ、赤い血をドクドク流してキャノピーを真っ赤に染め上がり。逃さねえよ。グエン、やめろ。それじゃ株券は8000万円が限度だそうです。やはり神崎はそれを読んでいたんですわ。他に方法はない？そう、やはり神崎さんに頼むしかないのかしら。いけません、
あの男はマッケル社と手を組んで会社を乗っ取った男です。そのマッケル社の飛行機が大勢の人を殺したんですよ。だからといってどうすればいいの？4000万円足りないのよ。ごめんなさい。お嬢様、もう少し待ってください。私今調べています。あの男とマッケル社との関係を。場合によっては告訴することもできるんです。それがどうなるというの？こうしている間にもシンは戦わされているのよ。今日生き延びたからといって明日も無事という保証はないわ。シンを助けることができるのはお金だけ。3億円が必要なだけよ。ようこそ、バシタール中佐。お待ちしておりました。ラウンデル、また厄介になる。シンとミッキーだ。シンはここで戦闘訓練を受けたことがあるから知っているだろう。なるほど。3年前のヒヨコが今日まで生き延びてきましたか。少しは目つきも変わったようですな。私はラウンデルと今後の打ち合わせがある。しばらく町にでも出てのんびりするがいい。え、それありがてえやな。何者だあのおっさん。戦闘訓練所のボスさ。しごかれたよ。へえ、ここで人殺しの方法を教えてんのか。ああ、民間のライセンスや事業用のライセンスを持っているやつがここで訓練を受ける。おお、あいつらか。新兵さんだ。3年前の俺だな。へえ、バッカだねあいつら。何を好き好んでこんなところへ来たんだろう。シャバの方がよっぽど住みやすいってのによ。もう遅いさ。紙切れ一枚で地獄行き。紙切れ一枚、サイン一つで地獄送りだ。せいぜい生き残ることを考えるんだな。はっ。日本人。さっきはあのおっさんに何の話があるんだろうな。聞いてるか。アスラン首都の警備兵増強依頼だろう。冗談じゃなく、このままじゃヤバいからな。反政府軍が首都に攻め入るってのか。両軍にとって首都は血を流してはいけない聖域のはずだぜ。西と東の勢力圏に挟まれてアスランは微妙な立場にある。この双方のバランスを崩して一儲けしようと企んでいる奴らが西側の中にもいるのさ。この前のハリアがいい例だ。死の商人にケツを叩かれりゃ奴ら聖域へだって踏み込むさ。マッケル社か。日本で大きな事故を起こしたんだってな。さっさとエアバスから手を引いて戦闘機の折り込みたらしたたかだね。まごまごしてりゃこの国はそういう死の商人の支配下に入ってしまう。先も焦ってるわけさ。いつまでも親父とおじとで大い争いをやってる場合じゃねえやら。おかしな一族だぜ。まったく。よう、どうでもいいけどよ。アベックばっかしじゃねえか。男同士は俺たちだけだよ。ちゆしまらねえな。何言ってやがる。誘ったのはそっちだぜ。すいません、シャッターを押していただきたいんですが。ああ、いいよ。だもんな。うん。あ、撮るよ。Say peace。トレーシー。すいません、早くお願いします。ああ。どうも。いや、うまく撮れたかな。新婚さん。ええ、まあ。お幸せに。まいったね、どうも。昔の恋人に会っちまって。
あの人がトレシーか。新婚旅行だとよ。自業自得よ。ざまねえ。なあ、シン。お前の東京の恋人、待っててくれるといいな。涼子は、待っててくれるさ。砂漠に囲まれた小さなオアシスのような都市、それがアスランだ。小さくてもアスランは平和で豊かな国だった。少なくとも私の母が死ぬまではな。母は誰からも愛されていた。そして母は誰よりもこのアスランという国を愛していたのだ。前の国王には二人の息子がいてな。長男が私の父アブダエル、弟がザク、今のアスラン国王だ。前の国王は進歩的だが、外国資本の導入を考えている長男を嫌ってな、王位を保守派の弟に譲った。当然次期国王になれると信じていた父は、それから弟を恨むようになった。国王崩御をきっかけに反乱を起こそうと企てたのさ。ああ、私に味方するように言ってきたよ、父と子供のな。しかし私は母のために断った。父も母を深く愛していたし、亡くなった妻が眠る大地をよもや血で汚すようなことはすまいと私を信じていたのだな。が外国企業に踊らされ、父はとうとう反乱軍を組織、内乱を起こしてしまった。つまらん話を聞かせてしまったかな。いや、しかし俺には関係のないこと。他人に自分の過去を語るは無用、聞くは不作法、それが外人部隊だと教えられてきた。違いない。久しぶりに生まれ故郷に接し、少々愚痴っぽくなったようだ。内情不安定といえども、ここはオアシス、人が住み観光客も訪れる。湿っぽい風も吹くだろうさ。エリア88は心も乾く砂漠のど真ん中にあるんだものな。シン、シン、私だ。起きてくれ。どうしたい、サキ。脱走兵だ。脱走兵？よせよ。俺は外人部隊とは契約しているが、軍属ではないぜ。脱走兵を捕まえる義務はないな。いや、脱走兵は捕まえた。周一郎、伊藤、日本人だ。日本人？今日入隊してきたばかりの男だが、入隊書にサインしているから立派な軍人扱いだ。どうなんだそいつ。戦時逃亡罪で銃殺刑だろう、多分。銃殺？その男が君に会いたいと言っている。兵士から聞かされたらしい。アスランで暴れまくる日本人撃墜王のことをな。間もなく軍法会議が開かれるが、裁判など10分で終わる。終われば1時間後に刑執行だ。10分間だけですよ。風間新さんだね。俺に用だって？あんたすごいんだってな、エリア88切ってのメイファイター。ダダ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 ダ。バカなことをしたもんだな。三年経てば日本に帰れるもの。三年間人を殺し続けてか。無理だね、俺には。人を殺すなんてとてもできないよ。あんたは今まで何人殺してきたんだい。え、風間さんよ。殺さなきゃ殺される。ここは日本じゃないんだ。甘っちょろい平和主義が通用するか。誰のじゃない、自分の命だぞ。自分で守るしかないんだよ。そうさ、自分の命さ。だから脱走したんだ。銃殺を覚悟してか。
その方が納得する。俺はね。じゃあなぜ入隊したんだ。なぜサインした。させられたんじゃないぞ。自分の意思でしたんだろ。俺もバカだったらさ、ええかっこしいの見えっぱり、とっぽい人生を夢見て国を飛び出し、誘われるままにサインしちまった。どうせ人里離れた国境の警備ぐらいをやらされるんだろう。それもロマンがあっていいんじゃないかと思ってね。ところがどっこい、半年間の訓練が終わったら最前線送りだとよ。初めて気づいたよ。ここは渋谷でも原宿でもない、一歩観光都市を離れれば実弾が飛び交うアスランだ。ここが俺の国なら愛国心や主義主張で銃も握れたろうさ。だが違う、ビジネスだぜ。一人殺していくら、一気撃ち落としていくら、銭をやるから戦争をやれと言われたんだ。風間さん、あんたそれをやってるんだ。あんたはな、愛国兵士じゃないんだよ。金で殺しを請け負ってる殺人鬼なのさ。そういう目をしてるよ。あんたと話をしたかったんじゃない。人殺しの上手な日本人の目を見たくって来てもらったんだ。俺、間違ってなかったと思うよ。あんたから見れば、なんじゃかな日本人だろうが、これが俺の、アホで契約な俺の、責任の取り方さ。だって、人殺して生きろだなんて俺、日本でそんなこと教わってこなかったもんな。やはりあなたは来た。神崎さん、ドアを閉めてくれないか。あれ以来私もマスコミに追いかけられ同士でね。こうしてホテルに身を隠して仕事をしている有様だ。遺族の保証問題はどうやら目処がつきそうだが、最近あなたの忠実な部下が何かと私の身辺を嗅ぎ回っているようだし、あなたもこんなところを人に見られたくないでしょう。神崎さん、私もう一度あなたと。およしなさい。昼間電話で答えた通り、私の出す条件は変わらない。私だって今一番金が欲しい時だ。あなたの希望通りの額で株を買い取るなんてできやしない。だがどうしてもというあなたの頼みだから条件付きで引き受けた。さ、風間のためならどんなことにも耐えられると言った。それを証明してもらいましょう。外は蒸し暑かったでしょう。先にシャワーでもどうぞ。あなたも子供じゃないんだ。どうすべきか分かっているはず。いや、その覚悟でやってきたのでしょ。決心がつかないのならどうぞお引き取りください。分かりますよ、あなたの気持ちも。信じているの、愛しているのといったところで、いざとなれば所詮我が身が可愛い。ビジネスはご破産ですな。風間も帰れぬ。どうだ、シン。
涼子は俺の元へやってきたぞ。これからお前が一番大事にしているものを踏みにじってやる。あなたは誰？これから何をしようというの？シン、こんなことをしてあなたを助けて、あなた喜んでくれる？神崎さん、対応ある社長のお嬢様にあなたよくも。ネズミめがよくぞここを嗅ぎつけた。神崎さん、あなたには業務上横領、贈賄、有印私文書の偽造、同行使等の疑いで逮捕状が出ている。ご同行を願いましょうか。打ち上げ花火もザ・エンドか。反政府軍がアスラン首都へ侵攻を開始したと。やはり親父は聖地へ踏み込んだか。エリア88の総員に次ぐ。反政府軍がアスラン首都攻略を敢行した。現在首都防衛の政府軍が応戦中であるが、情勢は政府軍にとって甚だ不利である。よってエリア88基地内に指令命令で限界態勢を敷く。総員別命あるまで戦闘配備のまま待機せよ。敵前逃亡はその場で射殺する。えれえことになったもんだい。立場が逆になっちまって。よよ、もし政府軍が負けたら俺たちはどうなるんだ。全員反逆罪でとっ捕まらな。そして縛り首よ。まだ戦争が終わったわけじゃねえやな。大空で人を殺すチャンスはいくらでもあら。疲れてねえようだな俺は。パラシュートで脱出した兵士を撃ち殺したのがそんなに気に食わねえのか。お互い人殺しをやってることには変わりがねえのによ。人殺しがよほど好きなんだな。当たり前よ。ゾクゾクすら。お前もそのうち分かるようになるさ。ラウンデル、着陸許可を求めています。よし、誘導灯をつけろ。
俺に用だって。ザク国王だ。王宮からここへ私がお連れした。たった今薬で眠られたところだ。国王をフランスに亡命させる。お前に護衛を頼みたい。護衛？フランス政府には話をつけてある。燃料補給の問題もあるからスイス経由で飛んでくれ。あそこは中立国だ。トラブルは起きない。それと日本国籍新風間、国王をフランス政府に預けた時点で君を解任する。新、日本へ帰れ。サキ。2年と5ヶ月か。長かった。荷物といっても何にもねえんだな。もともと裸同然でここへ連れてこられたんだからな。日本へ帰ったらエリア88のことなんぞ早く忘れるこったな。下手にこだわってると俺みたいになっちまうぜ。世話になった。お得意さんが一人減るんかよ。じいさん達者でな。素通りとは釣れねえな。お前やけに俺に絡むな。なぜだ。同じ東洋人だからだろ多分。いいよな、帰る国があって。日本は平和でいい国なんだって。俺の国とは大違いだ。俺はよ、爆撃で吹っ飛んだお袋の体から生まれ出たんだ。まあ生まれたところが地獄だったってわけよ。その後ずっと地獄の中を歩いてきて、気がついたら血を見なきゃ収まらねえ体になっちまったんだ。そこがお前と違うところなんだろうな。あばよ、一枚な。友達になれなくて残念だ。グエン、どう人を殺したってお前の勝手だが、生身の人間相手に20ミリ弾をばらまいていたんじゃ割が合わないぜ。ちげえね。ありがとよ。せいぜい気をつけら。新、2年と5ヶ月ご苦労だったな。おじを、国王をよろしく頼む。先、アスランはこの先どうなる。聞いてどうする。お前には関係ないことではなかったのか。みんな別れるのが辛いんだろう。おせんちな奴らだ。コントロールより00セクション新風間へテイクオフ。よし、誘導灯を消せ。サキ司令、ブルーセクションが。何？サキ、ちょっくら信を国境まで送ってくるぜ。国境を出るまでに敵とドグファイトをやらかしたら、とてもスイスまで飛んでいけねえからな。あいつら。心配すんなって。シンが無事国境を越えたら戻ってくっからよ。敵前逃亡じゃねえぞ。撃ってくるなよ。
参ったな。どいつもこいつも面の割には乙女チックにできてやがる。もうすぐパリですわね。お父様が空港で首を長くして待ってらっしゃるわ。きっとアスラン政府に3億円払う銀行の手続きやってくれたかしら。大丈夫ですよ。日本を出すとき念を押しておきましたから。でもよかったですわ、正規の額で株券を引き取ってくれる人が現れて。もう少しでシンに会えるのね。ようこそザク国王。陛下のお身柄はフランス政府が責任を持って保護します。日本国籍新風間、本日付をもって帰化をアスラン外人部隊軍務から解く。これで君は自由の身だ。パスポートに本日までの外人部隊勤務の給料だ。 US ドルで用意してある。どうも。それと君のタイガーシャーク、あれはどうする？手放すつもりなら私が空軍と交渉してやってもいいが。よろしく、任せます。わかった。交渉がまとまったら連絡する。宿泊するホテルが決まったら教えてくれ。自由なんだ。涼子！あ、お父様！もう体の方はいいの？ああ、こうやって出歩けるようになったよ。お父様、で、ナショナルバンクの方へ支払ってくれた3億円。それがな、涼子、アスランの内乱がとうとう首都での攻防戦になって銀行が取引を停止してるんだよ。え？大使館に問い合わせても現地を引き上げる観光客や在留外国人の応対でそれどころじゃないというんだ。じゃあシンは？政府軍が反政府軍を鎮圧するか、それとも新政府が誕生するか、彼の消息が分かるのはそれからだ。お嬢様。お嬢様、元気を出して。私毎日でも大使館に足を運んでコンタクトを取り続けますから。
そうだよ涼子、ここまで頑張ってきたんだ、最後まで望みを捨てちゃいけない。久しぶりに食事でも一緒にどうだ。まあそうくよくよするな。気晴らしに食事の後でゆっくり市内見物でもするか。平和な世界に戻ってきたっていうのに、恋人たち、家族連れ、ここには爆撃の恐怖も硝煙の匂いもない。今夜作戦会議があるわけじゃない、明日の総攻撃もない、平和だ。なのに何だってこう苛立つんだ、心が乾くんだ。ちょっと兄さん、何一人でブツブツ言ってんだよ。ひょっとして兄さん、ホテル探してんじゃないの？なんなら安くてすげえとこ案内してやろうか。この辺でいいんじゃないか。どうせホテルなんかへ案内する気もなさそうだし。用があるなら早くしてくれ。俺も今夜のねぐらを決めなくちゃならないんでね。君らと付き合ってる暇はないんだ。けっ、言ってくれるじゃんか。笑いやがった。いや、薄気味悪いせ。け、辛いバレに決まってんじゃねえか、バカ。ウィ、何、警察？よろしい、つないでくれ。ええ、パスポートの照合は間違いないんですが、そちらに問い合わせてみろなんてふざけたことを言うもんで。え、外人部隊？身元引き受け人が来てくれたよ。しかしあんたまずいよ。外人部隊じゃ名ファイターだったらしいが、ここはパリだ。戦場で人を殺せば英雄だろうが、この世界では殺人罪に問われる。ま、人殺しにはならなかったし、相手は指名手配中の凶悪犯、表彰もんだろうけど、しかしやっぱりまずいんだ、その。つまり、君が護衛してきたザク国王の亡命は、実は非公式でな。外部に漏れては困るんだ。わかったろ。下手にマスコミにでも嗅ぎつけられたら、我が国の信用に関わることになる。君、早々にこの国から出てってくれないか。君だけじゃない。軍人崩れってな、何かと問題を起こすんでね。日本に帰るなら、私が手続きを取ろう。日本に帰らないのか？じゃあ、スイスかアメリカにするか？はぁ、
一体どこへ行くのが望みかね。俺のタイガーシャーク、買い手がつきましたか。いや、まだ空軍と接触してないのでな。燃料を積んでください。増装タンクも金は払います。君、一体どこへ行くつもりだ。アスラン。バカな。あそこは間もなく政権が交代する国だぞ。君が帰ったところで待っているのは公主台だけだ。仲間がいます。みんないい奴らなんです。なぜですかね、シャバにいると心が乾くんですよ。街を歩いていても、レストランで食事をしても、心がちっとも弾まない。みんな白々しく見えるんです。どうしてですかね、あれほど憧れていた自由の世界に帰ってきたっていうのに。まるで蜃気楼の中をさまよってるみたいだった。三人のチンピラに絡まれた時ぐらいかな、面白かったのは。こんな気持ちになるなんて俺自身わからないんですよ。あ、すいません、ちょっと止めてくれませんか。ん？どうしたんだね。いえ、昔世話になった人がパリに来てるんです。何度かかけてみたけど、電話番号を間違っていたのかもしれない。いや、調べてくれたのがいい加減なじいさんなんでね。サキ、出撃する前に諸君らに言っておきたいことがある。なんで改まって。各機発進後は敵と交戦一直線に突っ切れ、反転して空中戦に持ち込む必要はない。なんだと。戦闘エリアを脱出したら、そのまま自国へ燃料が続く限り飛べ。ただいまより全員を解雇する。あらまあ、クビかよ。諸君が出撃した後、このエリア88は白旗を上げて無条件降伏をするだろう。これはアスラン政府のおそらく最後の政府決定だ。
今夜にも新政府が誕生するだろうからな。ラウンデル、外人部隊が出撃した後でこのことを整備兵や事務官たちにも伝えろ。そして白旗を掲げるのは君の仕事だ。バスタル中佐、あなたは？新政府が誕生すれば私は反逆罪で逮捕される。ここはアスラン空軍中佐としてではなく、エリア88外人部隊の司令官として部下の結論を見守ってやらねばなるまい。それに私の最後を見届けたい奴がこの中にはうじゃうじゃいる。へっ、ちげえねえ。ほら、クビになった野郎ども、行くぜ。ああ哀れだ。あ、あの男から荘園の匂いが消える日は来ないだろうな。どうだ、ほっとしたかい。腹に響くエンジンの音、薄汚れたオイルの匂い、棺桶よりも狭いコックピット、お前の心の渇きを癒してくれるのはそこだけさ。違う違うことはねえだろう。シャバに出てはっきり分かったはずだぜ。その手を血に染めた奴はどうあがいたってまともな人間には戻れねえのよ。俺たちは人殺し、どう理由をつけたってこれに変わりはねえ。地獄に落ちた野郎は地獄の中に生きがいを求めるしじゃねえのよ。そしてどんどんシャバから遠ざかっていくのさ。違う。違わねえよ。おめえも俺と同じなんだよ。だから言ったろうが、お互い気が合いそうだって。違う、違うんだ。俺には分かったんだよ。俺のこだわりの元凶はエリア88だってことが。だから俺は戻るのさ。このこだわりを消すために。いいな、余計な色気を出すんじゃないぞ。まっすぐ突っ切ればそれでいいんだ。このままおさらばしたんじゃあんたの最後が見れねえもんな。今さらついてこられても払う給料はないんだ。いらねえよ。死に場所を探してる男には墓を建ててくれるやつもいやしに、地獄へ行くのに遺産金持ってくバカいねえぜよ。貴様ら、俺はまだあの世行ったことがねえからよ。サキ、しっかり道案内を頼むぜ。よし、銭勘定もできぬアホどもついてこい。
無駄打ちしたらしいや。サキ、味方は何機だ？6機ってところかな。ミッキー、弾はどれぐらい残っている？3、4秒打ち続けりゃおしまいよ。結構、もう一戦引くか。ホーイ、120高度、19000速度、1400ノット。コースイズオールクリア。ゴI'm not afraid to die.